奴はただの不死身の怪物ではない。この戦いに対する勘の差で怪物にして戦闘の天才だ。だがシャボンカッターでかなりの波紋ダメージを受けたはず。今こそ好機、称賛ある。俺にはホテル内で勝利する作戦がある。俺の全神経は今研ぎ澄まされている。肌で微妙な空気の動きまでも分かるほどに貧民街時代のビリビリした感覚だ。それに呼吸のリズムは正常、汗もかかねえ。最高の波紋を塗れるぜ。メッシーナ師範代、風のプロテクターを解いて姿を現したな、ワムー。いない。メッシーナもシーザーもすでにホテル内に入ってしまったのか。これは一体何が。クラエバルシャボンラッチャー。効かぬと言ったろ。シャボンキャッター。逃がすか。逃げも隠れもせん。シャボンカッター食らえワム。シャボンカッターグライディング。ワム、もう有無を言わせぬ。ひじ神綱。おっと待ちな、周りをよく見ろ。今までのシャボンカッターはすでにシャボンレンズとなって対空していたぜ。レンズ。そして貴様がぶち砕いた壁の穴はいわばカメラの開きっぱなしのシャッターのようなもの。レンズが外の日光をホテル内へ。何？もう動けない。貴様はフィルムだ。写真のフィルムだ。真っ黒に観光しろ、ワム。再び風のプロテクターを総圧させ、今度こそ直接波紋を流し込んでとどめだ。一点、そして一瞬、ほんの一点の死角だった。レンズの光にシーザーの体が影となった一点、ワムーはこの一瞬を逃さなかった。シーザーはワムーが戦闘の天才だということを再び思い知らされた。風のモード、神綱嵐。この破壊力は、まさかワムーの神綱嵐、それしかない。ということはシーザーが。なんと強力に成長したものよ。満足だ。久しく満足なる戦いだった、波紋の戦士よ。そして危なかった。もし俺のモードがお前の波紋レンズを吹き飛ばせる風でなかったなら、貴様のレンズからの日光をどうやって防いでいたかわからぬ。そしてもし風のモードを利用しないカーズ様が先にここでお前と出会い戦っていたのなら、負けるはずはないにせよ、私以上の苦戦とダメージを強いられていたであろう。